改めまして、神谷博史です。凱旋門からエッフェル塔、小野大輔です。では、リスナーから届いた普通と紹介してください。よーし、読むよ。読むよ。はい。こちら、ディアネーム、ミケ、呼び捨て希望からいただいております。神谷さん、小野さん、こんにちは。はい。ボンソワ。ディアガールストーリーズ、ザ・ムービー・トゥ・エース・オブ・エイジア、公開初日に見てきました。すごく面白かったです。個人的には、漢方薬の店で神谷さんが、エネルギーが足りない。と言われていたところと、カンフーの道場での、小野さんの顔芸、そしてゲストの中村さんの田舎者のような演技がかなり印象的でした。グッズなのですが、タオルがすごく使いやすくて気に入っています。ということです。うん。まあ、初日に見に行ってくださったということで、本当ありがとうございます。うん、ありがとうね。ねえ、うん。いやいや、しかしですよ。うん。グッズ！グッズね。どうなの？そうですよ。気になるところですね。お、あ、グーな感じだね。すごい。自信満々。本当に？あんなドヤっとしてる内田社長見たことないわ。タムタム？ん？タムタム？パーカーは売り切れた。はうん。すごい。T シャツも売り切れた。あ、すごいすごい。売り切れ続出。タオルやばいってどういうこと？え？いい感じに濡れてんの？え？違う。タオルが揺れてないってことこれ。嘘でしょ？そういう方向のやばい？だからこれ差し込んだの？ああ、そう。ああ、ミケが、タオルすごく使いやすくて気に入ってますって言ってくれてるので、これを差し込んだわけだ。なんかあれだね。本来僕らがそれを察してだ、うん。タオルをすごく褒めるべきところを。そうだね。そのからくりを僕がこう崩してしまったわけだな。取り直す？首に巻いといた。知らなかったからさ。全体的にグッズが売れている中、タオルだけがそんなに売れてないっていう現状知らなかったもんだからさ。聞いちゃったけど。いいよ、やるよ、タオル一丁で。うん、それな。この放送。それはいい。まあ、エアツアーだと思ってタオル作ったけど、やっぱ映画はタオル使わなかったと。うんうんうん、まあ、そうだよね。回したり、アーティストに見せたりしないもんね。ね、そらね、うんうん。そこだよね。うん、そうだね。まあ、で、ミケさん？ミケさんです。は、初日にご覧になってくださったということで、ありがとう。まあ、関東地方を中心にね、大雪に見舞われまして、うん、そうでした。まあ、タオルが必要な陽気ではありましたけど、あの日はね。なるほどね。うんうん、まあ、それ以上に寒いっていうことで、本当だよ。まずパーカーを買うと。あ、だからパーカーが売れたんだ。っていうことなんでしょうな。うん、え、僕なんかでもあれですよ。タオル、マフラータオルって、いつも、寝る前に、首に巻いてる。うん、あ、そう、うん。喉を温めるために。あ、それいいね。そう。うん。僕ら大事ですから、それ。まあ、冷やさないようにするのはやっぱりね。うん。一番重要なんでね。服だけじゃないよ。いろいろ使えるんだよ。うん、これちょっとね、こうゲットしていただきたい。そうですね。なんでさ、なんかいろいろグッズ作ってたよ。うん。まあ、基本的にね、まあ、商売もありますよ。そりゃやらしい話。うん。でも基本的には、作ったからには、それは皆さんが喜んでもらいたいがために作ってるわけだ、我々は。そうだね。自己満足のためになんか作ってないよ。そうそうそう。俺はそんな気持ちで作ったことは一度もない。うん、まあ、小野くん、そうね、湧き汗た、まあ、どういうの。まあ、そういうグッズたちを、こう、なんかうまいこと我々が本来宣伝していかなきゃいけないのに、ね、なんでこんなこの番組は商売下手かね。うん。もっと打ち合わせの段階でさ、神谷さん、小野さん、タオルがそもそもそんな売れてないんです。なので、ね、ちょっとタオルを追ってかなきゃいけないので、そういうのちょっとうまいことお願いしますわ。うん、一言言ってくれれば。はい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 、まあ、触れます、触れます。まあ、僕も小野くんもそういうことをね、上手に隠しながら喋ることはできますよ。できるよ。なんなら今でも上手にやろうと思ったらできるつもりですよ。ただ、今撮った、うん、まあ、4、5分の尺はなかったことになりますよ、ね。じゃなかったことにして、今からタオル、タオル、ディアタオルストーリーズやりましょうよ、じゃあ。DTS を。いや、いいの？いいの？DTS で必殺技みたいな。まあ、いやですよ。そうですか。じゃあもう一回言うよ。俺はタオル一丁でお送りしてます、今。今僕は、タオル。ますます売れねえから。タオル一枚でお送りしていますよ。ますます売れてねえ、うん。見ないで。売れねえから。見ないで。やかましい。まあそうですか。タオルが思ったように売れてないわけだ。うん。そうですか。どうそういうこともあるわけだよ。やっぱりいろんなグッズが売り切れたりとかね。うん。まあ CD なんかうまい具合に売れてるわけでしょ？そうね。ね、売り切れたりとかしてるわけですから。嬉しいですよ、うん、手に入らない方もやっぱり世の中的にはたくさんいるわけですけれども。うんうん、まあそういうグッズがある以上は、うん、そうじゃないグッズもあるわけですよ。うん、それが今回タオルだったと。いや、むしろ全部売れたら、そらもう内田社長っぽくないもん。そう。前回それが帽子だったわけですよ。ね。うん。
うん。そうですよ。そうなんですよ。いつも通り元気ってことですよね。まあ僕らが舞台挨拶行った時にね、うん、帽子かぶってらっしゃる方何人かいらっしゃいましたけどね。いた。それはもうすごく嬉しかったですよ。女の子があの帽子かぶってることの違和感 ね。やっぱり、キャップって難しいんだね。夏だったらともかくさ、冬はやっぱりね、合わせんのめ、うん、冬場はね。ね、大変なんできっとね。でも女の子かぶってもちゃんと可愛い。可愛いですよ。うん。着こなせるものでもありますので。思ったより、その帽子の子を見てしまいました、僕。そうですね。そう。あ、いるなと思って。うん、帽子かぶってくれてるの嬉しいなと思って。そうなんですよ。見ちゃったんですけれどもね。見ちゃいました。まあ、これからタオルですよ。タオル。ああ、劇場で、タオルを首に巻いててくれたら、お、タオル巻いてくれてるですよ。そう、ガン見ですよね。ガン見ですね、僕ら的には。で、アピールしていただければ、こうやって。はい、そういう風にしてしまう。その上にこうね、晒してしまうと、後ろの方見えなくなっちゃうんで、そういうのもやめていただきたいんですけども。そうですか。まあ、基本こう首に巻いていただくくらいでもね、目立ちますんで、僕らちゃんとね、見られるんでね。うん、これからはこう首にね、タオルを巻いて、イベントに来てくだされば、僕ら思った以上に、あ、巻いてるなと思って目が行ってしまいますんでね。そら見るよ。そういう使い方もできますんで、はい、一つよろしくお願いしますよ。